みんなどうぞ、この俺様の魔術が効かないというのか。このチャクラ、貴様一体何者だ。俺は火の意志を受け継ぎ、未来の火影になる男だ。その昔、九尾の化け狐の入れ物になったガキがいたのに、それがお前のことだったとは。そんなの知るか。俺は虫けらでも化け狐なんかでもねえ、この葉隠れの渦巻きナルトだってばよ。愚かな小僧、貴様一人で何ができるというのか。俺は一人じゃない、俺には大切な仲間がいる。いつ裏切られるかわからぬというのに、どうしてそこまで他人を信じることができる。他人とのつながりほど脆いものはない。信じたばかり、仲間に殺されたんだ俺の姉さんは。信じることができるのは己の力だけだなあ、サイ。はい。俺についてくるか。おいサイ、まさかあんな奴のとこについてったりしねえよな。はい、イルファイバーテ様。いい子だ、行くぞ。じゃあね、ナルト君。サイエおかげさまの不在で、今コノハは危機的状況を迎えている。サイの情報によれば、空より湧きにする泉という場所にいるらしいんだが、それ以上の情報はない。このままでは泉の底に封印された修羅の剣が抜かれ、魔王が復活してしまう。もしそうなったら全てが壊滅する。伝えられた情報によれば、木の葉に代々伝わる地空より湧き出る泉に新たな侵入者が訪れ、修羅の剣を狙い魔王の封印を解こうとしているらしい。泉のことは一部の者しか知らない秘密事項のはず。それが今になってなぜ。嫌な予感がするな。知らない方に、この剣を手に入れた者は最強になれる。地球より湧き出る泉に封印されていると聞いている。手に入れられる。Salto. Salta. Kisama の仲間はこの水晶玉の中だ。さあ、泉の在りかを教えろ。私が生贄となる約束じゃなかったのか。そんな約束した覚えはないな。卑怯者。卑怯者。それがどうした。綱で俺たちが約束を守ると思っていたか。守るわけないですよ、バカ。卑怯者とは最高の褒め言葉だ。ゾクゾクする。さあお前たち、生贄は揃った。あとは泉を見つけ出すだけだ。綱でのばあちゃん、ナルト、どうしてお前が。みんなを返してもらいに来たぜ。おとなしく引き返していれば命を落とさずに済んだもの。自分から死にに来るとは愚かなやつだ。すまでのばあちゃん、それからみんな今から助けてやるからな。こんなやつらのためになぜそこまで本気になれる。それは仲間だからだ。仲間、仲間とうるさいやつだ。この世で一番意味嫌ってることは。そうだ、いいこと思いついた。お前の勇気に免じて仲間を返してやろう。本当か。儀式に必要な生贄はどちらか片方だけで十分だ。綱手か、この水晶の中にいる奴らか、そのどちらかを解放してやろう。何。ナルト、お前に選ばせてやろう。どちらを選ぶか見ものですね。さあどうする。仲間の命を選ぶなんてできねえってばよ。さあ選べ。分かったよ、答えは。答えは決まってんだろ。どっ
ちもだ。なかなか面白い答えだな。だがそれは叶わぬ願いだ。イルファイバート様、私にいい考えがあります。全員助ける代わりにナルトが身代わりになるというのはどうでしょう。すごいアイデアだ。なるほど、それは名案だな。それほどまでに仲間が大事だというのなら、ナルト、貴様が生贄になるがいい。ナナナ、命に代えてでも里の者たちは私が守る。それが火影としての使命。ナルト、私はどうなってもいい。だから水晶玉に閉じ込められた者たちと一緒にここから離れるんだ。嫌だね。これは火影命令だ。命令だかなんだか知んねえが、俺は自分の言った言葉は曲げねえ。それが俺の人道だってばよ。それは火の意志。僕たちなら大丈夫です。里のためなら命を投げ出しても構いません。ナルト、お前の信じた道を突き進め。私たちのことなら心配はいらないわ。俺たちはお前を信じてるからよ。ナルト、ここを離れるんだ。そんなことできっかよ。俺が必ずみんなを助け出してみせる。この額当てに誓ってな、火の意志見せてやるってばよ。美しい、実に美しい。だから、その火の意志とやらの前に俺の姉さんは見殺しにされたんだ。何、どういうことだ。それはそこにいる妻手が一番分かってるはずだ。そいつが姉さんを殺した張本人なんだからな。なあ、妻手よ。本当なのか、妻手のばあちゃん。なんとか言ってくれよ。ああ、本当だ。なんで、なんでなんだよ。なんとか言ってくれよ。なんとか言ってくれよ。やはりお前だったか。そうではないかと思ってここに一人で来たんだ、イルファイバート。いや、カゲロン丸。俺をその名で呼ぶな。その名はお前の姉ホタルがつけた大切な名前だろう。ホタルと私は共に医療忍術を学んだ同志だった。その同志を私は見殺しにした。つなげろ、ばあちゃん。だがこれだけは聞いてほしい、カゲロウ丸。そんな名前はどうにしてた。マキオに足を踏み入れ、そしてこの魔術を手に入れた。そう、全てはこの葉に。つなげ、貴様に復讐するためにな。カゲロウ丸、俺はこの復讐をただのひとときも忘れたことはないぞ。だがそれもここまでだ。今日で全て終わりにしようじゃないか。なあ、つなげよ。そうだな、今まで辛い思いをさせてすまなかった。許してくれ、カゲロウ丸。なんだ。イルファイバート様、泉が姿を現しました。ツナデの流した涙によって泉が現れた。そんな仕掛けがあったとはな。道理でいくら探しても見つからないわけだ。さあ、お前ら準備はいいか。儀式を始めるぞ。はあ、させるかよ。はあ、影分身の術。大したことないな。くそ、エンビティ、やつにとどめよ。はい。ナルト、負けるんだよ。これで最後だ。死ね。なんだ、スナカ。待たせたな、ナルト。カカシ先生、それにガーラ。ガーラだと。風影のお前がなぜここに。スナカ国は木ノ葉の同盟国だからな。木ノ葉の宿敵が今や同盟国か。砂も随分落ちぶれたものだな。何とでも言うがいい。お前の知らない間に時代は動いているんだ。ナルト、他のみんな、あの水晶の中に何